はい、どうですか。ワクワク、ワクワク、ドキドキ、怖くない、ちょっと怖いくらい、ちょっと怖い。真下見たら 300m 下人がいるんだよ。怖くないの？はっきりせー、はっきりせー。 OK、 はい、頑張ってね。走るんだよ。じゃあ行ってみようか、うん、ちょっと向こうとこっちの風が違うんだけど。重いよ。見てみ。
下に降りてきて上にいたらずっと静かなもんでした。楽しかった？怖かった？ああ最後の使用後の感想をどうでした？楽しかった。どのぐらい？どのぐらい楽しかった？一人で乗りたいぐらい。もう一回乗りたい。もう一回。飛ぶくらい。どう？ちょっと夢が叶ったでしょ？夢だったの？ねえ、あれ乗りたいって言ったもんね。空飛びたいって言ってもうちょっとで雲まで行けるとこだったんだけど、ちょっとそれ以上こうはならなくて、エンジン止めて上昇気流に乗った。途中線路渡った時に上昇があって、気が向いてちょっとした後に次カンちゃん大丈夫？楽しみ？うわ、めっちゃ落ち着いてる。この人は怖いって言ってました。大丈夫？隅切り怖い。ジェットコースターって感じのところあるよ。ぐるぐる回って下に行くの。ちょっと不安になってきた。ジェットコースター乗ったことないから分かんない。カメラまっすぐにして水平に、そうそうそう。ないですね。タバコの煙もまっすぐ上がります。さあ午後から1本目、そして上空はこんな素敵な雲があっちにもこっちにも。さあ今日はモーター山飛び日和です。クロスで上げて行きました。優しく出てきました。さあ上野さんのモーター山飛びか。あ、エンジンの音はアイドリングしか聞こえてません。じゃあちょっとエンジン修理。エンジンの後、なんて言ったら聞こえませんでした。焼けてくるって言ったんですか？エンジンを修理してきますんで、ちょっとエリアから外します私。了解です。行きましたね。5時30分の便、上さんアクセル調整のためのフライト。まだ昼の名残が少しありますね。あ、バッテリーね。バッテリーがありません。